集団雲っていうのは急斜半急斜というか、もう言い方いろいろなんですけど、当時は60年代の後半ですけど、美術界も現代美術界もコンクールが盛んでですね、と何ですかね、もう評論家がいて、評論家が自分の好みに合うのを取っていくわけですね。そういうシステムにやっぱ、これどうなんだろうってから疑問を持つようになってですね。で当然のようにして参加する作家は、東京デビューするのを夢見るわけですね。で結局その当時の流行りの作品をその評論家が選ぶからっていうんで、みんな似たような作品作るようになるんですね。おかしいじゃないかっていうんですね、まずそのコンクールに対して、否定すると、まあ、当時政治の季節だったし、そのデモに行ったり、政治的なデモに行ったり、なんかするし、いろんなそういう運動ですね、まあ美術運動っていうよりも社会運動っていうか、あると警察の方でもこいつらはやばいんじゃないかっていうんでマークされて、もちろんいわゆる絵描きさんたちからはもう悪の権限みたいに言われますしそんなんでから一人辞め二人辞めしていって、最後は僕一人になって、一人で集団っていうのはもういかがなもんかと思いましたけど、辞め時が見つからんもんやから、つまり、ね、逃げ遅れとるわけです、私が言い出しっぺが逃げ遅れてっていう形になって、だからいつかは蹴りを終わらせないかんのだけど、どうするかっていうんで考えた挙句っていうよりも、まあ、たまたまそうなったんですけど、そっか、警察に捕まれば辞めていいんだなっていうような心境になりましてねそれこそ今で考えたら笑いもんですけど、その時はでも何回かありましたけど、初め1回の時は捕まらなかった、ただ警告された、次やったら逮捕すると、で次にまたのこのこ言ってるわけですね。で何もせんうちに捕まって捕まえてしまうまあそんな風で裁判に3年かかりましたけども、だから集団雲が結成してから、それでも裁判の終わりまでいると4年ぐらいになってますかね、まあ、幻みたいな運動だったですけども。